中央よりやや上が北半球の亜熱帯高圧帯。左側の北アフリカ上空は雲がなく、中央のインド付近はモンスーンのため雲が多い。亜熱帯高圧帯とは、緯度20、30度付近の地域に形成され、年間を通じて存在する高気圧。亜熱帯高気圧、中緯度高圧帯、サブハイとも呼ばれる。日本の夏の気候に大きく影響する北。 太平洋高気圧もその一つである。北、大西洋におけるアズレス高気圧、南大西洋におけるセントヘルナ高気圧、南インド洋におけるマスカリンダカ気圧、南太平洋における南太平洋高気圧も、それぞれ、亜熱帯高気圧である。亜熱帯高圧帯は、赤道上で生じた上昇気流により、大気上層に上昇した空気が、 鳥売りの力の影響で、緯度30度付近でたまり下降気流となって、形成される。下降気流は高温で乾燥するため、亜熱帯高圧帯に位置する陸地では、砂漠が形成される。季節とともに、太陽の照らす地域が移動すると亜熱帯高圧帯も南北に移動し、これによって、夏にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は、地中海性気候となる。 逆に冬にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は、雨季と寒気がはっきりしたサバナ気候やステップ気候となる。砂漠気候の多くは、年中、亜熱帯高圧帯に支配されている。しかし、大陸東岸や海洋島であっても、その影響を強く受ける日本列島などは、季節風の影響で亜熱帯高圧帯の支配下にあっても、降水量が多く明確な寒気が形成されない。 またすべての砂漠が亜熱帯高圧帯によって形成されているのではない。ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠などの雨影砂漠は湿った空気が山脈に遮られることが原因となっている。これらの砂漠は亜熱帯高圧帯に入らないので仮に山脈がないとすると砂漠になっていなかったと考えられる。ありがとうございます。